はい、こんにちは、横山武史です、今日はですね、マートなんかすごい揺れてるなマートっていう、生態というか、ちょっと不思議なところがあって、無痛生態をね、この間お話したと思うんですけど、無痛生態も、仙骨を気にしたことがあって僕で、脳幹だっけな、それはいいんですけど仙骨の一点を変えれば体の全部のバランスが取れるという考え方で、僕も仙骨っていうところはすごく大切だなと思ってるし、このトップの先生の考え方も口調としてはちょっとなんかね、ちょっと厳しいような感じがあるけど、素晴らしいこと言われてるんじゃないかなと思うし、素晴らしい方なんじゃないかなと思うんですけど、ぜひなんか自分の体の調子が何でも、肩が痛いから始まり、足が痛いとか、自分の内臓がとかね、自分の体どっかが悪い病気っていうものがあるんであれば、こことこっち行かれてみて、いろいろ勉強したり、そこで奇跡が、いろんな奇跡が起こってるし、そもそもなんか病気ってなんだかんだの、体に弱いところに出てきてるだけなんで、自分の本来の力を出せばいいだ、取り戻せば、本来の自分の力を取り戻すだけで、だから仙骨、そして姿勢を良くすることによって、ここは脳とかだったりね、脳幹とかだっけな、脳幹っていう字が分かんないですけど、こうかな、そこを整えることによって、本来の自分の力を発揮しやすくなるんで、どういう病気でも、形が変わってくるんじゃないかという考え方で、僕自身も好きだし、一つ一つの病気、これにはこれとか、これにはこれっていうよりも、やっぱりこういう根本いうかね、根っこの部分を変えることによって、木でも根っこの部分を、土をね、木村さん、奇跡のリンゴの木村さんじゃないですけど、土を良くすることによって、根っこを良くすることによって上が変わると思うんで、ぜひそこのところをマート、そして無痛整体で場を試してみるなり、店に行ったりとか、ネックレスつけるなり、いろいろしてみて、どれか自分に合うものを見つけられたらいいのかなと思います。何でもそうですけど、どんなものでも合う合わないがあるんで、自分の中でそれは、これが誰かにもたれかかるんじゃなくて、自分の中で判断をしていただければなと思っております。これも一瞬が不思議だし、なんでこれ体が良くなってるのって思うし、これも一瞬で、もう終わりですかって思ったりとかするんですけど、でも不思議なものなので、一度体験していただければなと思います。で、あと、センスがいい人っていうか、女性の方が気づくのかもしれないですね。男の人で鈍感いうかね、いかにもガーってやるマッサージじゃないと分かんないみたいな。じゃなくて、微細なとか、細かいところの変化いうか、そこからじわじわと変わっていくいうか、やってみられてください。以上です。ありがとうございます。また、明日ですね、ちょっと続きのお話を他の不思議な情報をお伝えさせていただきます。以上です。ありがとうございます。